ただいまよりパネルディスカッション、医療の IT 化戦略を始めます。本日登壇するホロニクスグループ各部代表を紹介いたします。ステージ左側より、ホロニクスヘルスケア株式会社、情報システム部統括代行、佐伯俊明。医療法人医誠会常務理事、看護、介護、統括管理部、統括部長、上野ゆかり。医療法人医誠会薬剤部、統括部長、藤原豊弘。医誠会国際総合病院特任副院長、谷川原雄介。最後に、本パネルディスカッション座長の、非政界国際総合病院病院長、医療法人非政界常務理事、峰松和夫です。皆様、よろしくお願いいたします。はじめに、座長の峰松病院長よりご挨拶させていただきます。皆さん、こんにちは。先ほどの特別講演で中村先生から、未来医療というか、現在進行形の AI ホスピタルの話をしていただきました。で、10月1日に開院しました、医誠会国際総合病院も、この AI ホスピタルの実現を目指していろいろ取り組みを始めているところでございます。で、今日は、医療の IT 化戦略、インフォメーションテクノロジーですから、情報、テクノロジーですね。化戦略というタイトルでありますけれども、とどの隣は DX、あるいは AI ホスピタルを目指して、我々がどういうことに取り組んでいるか、あるいは将来、近い将来に取り込めるかという話を4人の演者から紹介していただきます。それでは早速、最初の演者の、佐伯さんに上がっていただきましょう。タイトル、これですね、病院インフラにおける IT 化戦略。快適な診療の実現を目指してということで、じゃあ、佐伯さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。情報システム佐伯です。よろしくお願いいたします。情報システムが取り組んでおります、情報インフラにおける IT 化戦略についてご説明します。本日の内容です。1、病院インフラについて。2、安心、安全、清潔を IT 化。3、スマートフォンで快適な診察をサポート。4、24時間36065日稼働、救急搬送システム。5、Google とのパートナーシップ。病院インフラについて、皆さんが最初に思い浮かぶ社会インフラは何でしょうか？電気、ガス、水道、道路などでしょうか？病院での大切なインフラは、全施設を結ぶ情報ネットワーク、電子カルテシステム、セキュリティ監視システム、情報提供モニター、デジタルサイネージ、作業を軽減するサービスロボットなどがあります。快適な診察を受けていただくために、安心、安全、清潔な環境を IT で自動化しました。防災センターは監視カメラと温度センサーで安全の確認と環境の維持を行っております。情報提供ロボットは、施設内を快適にご利用いただくために、情報を発信しながら移動しております。また、各フロアではデジタルサイネージによるご案内をしております。清潔な環境維持には自動掃除ロボットがその役割を担っています。皆さんは病院を予約する際、このような経験はありませんか？忙しくて受付時間内に電話をかけれない。かけてもなかなかつながらない。予約がいつ空いているのか、電話でしか確認できない。また、病院では診察が終わっても会計に時間がかかるなど、いろんな場面で待ち時間が生じます。これらの不満をデジタルサービスによって解決できます。医誠会国際総合病院では、スマートフォンに専用のアプリを入れていただくと、予約から医療費の支払いまでスマートフォン1台で完結します。この機能はいつでも好きな時に予約ができ、いつ予約が空いているか、スマートフォンが診察券となりますので、
カード型の診察券を持っていなくても大丈夫です。クレジットカードを登録することにより、後払いシステムをご利用できます。どこからでも予約ができ、診察後の支払いは自動決済ですので、お手数がない場合はすぐに帰宅できます。このデジタルサービスを利用すれば、ストレスの少ない快適な診察を受けることができます。伊勢海国際総合病院では、24時間365日、救急車両が4台稼働しています。救急管制センターにお電話をいただければ、自宅、施設などから当院に転入する患者さんを無料でお迎えに行くシステムがございます。救急救命士が同乗し、当院に搬送しますのでご安心ください。救急車両の位置情報は IT 化していますので、救急管制センターより自宅、施設に到着時間をご連絡いたします。救急管制センターでは、病院到着時間を把握し、医療スタッフ、処置室の準備を行います。手術が必要な場合は、手術管制センターと連携できておりますので、コントロールしております。入退院管制センターでは、全病床を管理していますので、手術後の入院をサポートします。手術管制センターと入退院管制センターは、同一で業務を行っております。左側4台のモニターでは、手術15室の状況とスケジュールの調整。右側4台のモニターでは、全560床の管理をして、入退院の調整をしております。この IT 化により、緊急時の対応や病院全体の適切な運用が迅速にできるようになりました。このスライドは、コロニクスグループの病院、老健、透析クリニック、カンタキなどを表しています。コロニクスグループでは、Google とのパートナーシップを結んでおり、Google クラウドと最新技術を利用して、グループ全体の医療技術を推進しています。今後は医療データやゲノムデータ、パーソナルヘルスレコードのデータをビッグデータとして統合管理いたします。これにより皆様に有益な情報を提供いたします。情報システムでは皆様のありがとうを励み、今後ともさらなるサービス向上に向けて、病院インフラの IT 化を推進いたします。ご清聴ありがとうございました。久木さん、どうもありがとうございました。質問質疑応答、ちょっとこの後でまとめてやります。では引き続き、観光と介護統括管理部門の上野さんから、医政界総合国際総合病院看護の状況についてお話ししていただきます。皆様、こんにちは。看護介護統括管理部の上野です。看護部門の IT 化戦略につきまして発表させていただきます。はじめに、日本の医療の現場では、特に医師や看護師の人材不足が深刻で、過重労働が常態化しています。さらに、病院で働く看護師の業務は多岐にわたり、本来看護師ではない専門職が担うべき業務、看護師でなくとも担える業務でさえ、看護師が行っていることで煩雑化しています。そのことが過重労働に拍車をかけ、人材不足がさらに深刻化しています。医療法人政界では、看護師が本来の看護、ケアに集中できる、やりがいのある職場環境を提供するために、さまざまな看護改革に取り組んでいます。取り組みは大きく2つです。1つ目は、他職種への思い切ったタスクシフト、タスクシェア。2つ目は、業務の合理化、効率化のための機械化、IT 化、システム化です。1つ目の紹介です。看護師ではない専門職が担うべき業務、看護師でなくとも担える業務、さまざまな業務は、順次、他職種にタスクシフト、タスクシェアしています。例えば、点滴の準備や注射薬の調整、配薬業務などは24時間薬剤師へ。採血や輸血準備などは臨床検査技師へ。食事介助は言語聴覚士や看護補助者へ。食事の配膳下膳は栄養士や看護補助者へ。事務的作業は病棟クラークへ。その他、医療機器管理などは臨床工学技師へタスクシフト、
タスクシェアすることで、看護業務の負担を軽減し、看護師が本来の看護ケアに専念できる環境づくりを実現しています。そして二つ目です。看護師本来の業務を合理化、効率化するために、機械化、IT 化、システム化していることをご紹介します。まず、対面間業務の機械化です。自力で動いたり、体の向きを変えることができない患者さんの褥瘡予防のために、一日に何度も行う体変換の負担軽減を目的に、自動体変換機能付きエアマットレスと、自動寝返り支援ベッドを法人の全病院と全老人保健施設に導入しています。どちらもスモールチェンジ機能を有しており、1時間単位でゆっくりと左右正面に体の向きが変換されるため、患者さんにとって違和感なく安楽を保つことができます。自動体変換機能付きエアマットレスは、褥瘡保有者と褥瘡高リスク者に使用し、自動寝返り支援ベッドは褥瘡低リスク者に使用しています。グループ全体で318台の自動寝返り支援ベッドと1509台の自動体変換機能付きエアマットレスを導入しており、自動化率100%を実現しています。次に、入院患者の血圧、体温、酸素濃度、血糖を測定した場合、従来は測定した値を電子カルテに手入力していますが、急性期医療になっています。慈恵会国際総合病院のすべての病棟では、自動で記録できる通信機能付きバイタルサイン測定器を導入しています。専用の通信機器に血圧計や体温計などをタッチするだけで、簡単に入力でき、従来の手入力は不要となっただけではなく、入力ミスも防げるようになりました。そして、看護業務の中でも一番大きな負担となっているのが、看護記録です。従来の看護記録の問題点として、記録に費やす時間が多いということが挙げられます。その原因は、患者ごとの看護問題や状態、それに対する看護介入や評価などの一連を詳細に記録するという、叙述的記録にあります。叙述的記録は自由記載であるため、看護師個々の経験や知識によって記録の質に格差ができます。さらに、経験の浅い看護師だと、患者ごとに必要な観察ができず、結果、必要な記録が漏れてしまいます。この従来の記録のあり方を大きく変えるために、慈恵会国際総合病院では、次世代型看護記録システムを導入しており、今後順次法人、その他の病院にも導入する予定です。次世代型看護記録システムは、看護記録の効率化と質の向上を実現するために、東京大学品質工学科の鶴特任教授らが開発されたアプリケーションソフトのことで、3つの機能が搭載されています。1つ目は、看護記録の標準マスターが搭載されているため、共通言語で記録することができます。2つ目は、患者ごとに必要な観察や看護ケアがセット化されており、これが看護計画となり、一貫した看護が提供できます。3つ目は、患者の状態に適応したパス、つまりスケジュール化されているので、入院当初から退院までの流れを自動的に展開していくことができます。このように、記録は定型化、標準化されており、入力する項目が選択式になっていて簡素化されています。最後に、コロニクスグループで導入している様々な機器類を紹介します。施設内で速やかに複数の職員と同時に連絡を取り合うことができるインカムおよびネックスピーカーという通信機器。介助者の負担を大きく軽減しながら、患者にとっても快適に入浴することができる機械で動く特殊浴槽。病気の副作用などにより、飲み込みが難しい患者のために、水分にとろみをつける作業を自動化してくれるとろみサーバーなのです。ご紹介した様々な改革を行ったことで、例えば、急性期病院である慈恵会国際総合病院では、日常の病棟看護師業務の業務量を44%、患者1人にかかる業務時間を47%削減することができました。退物業務から本来の対人業務、つまり本来の看護業務である観察やケアに専念できる時間が増えたため、
患者に寄り添う看護の実現につながっています。発表は以上です。ご清聴いただきましてありがとうございます。皆さんありがとうございます。その後と責任を立っててください。以上、ちょっと前半2台、情報システムとそれから看護の方の、話をしていただきました。特に看護の方の、この、タスクシフト、タスクシフト、非常に国内的に今、注目を浴びてて、実際にテレビ局の取材を受けて放送されたり、現在も新しい展開、新しい分野になってからの状況をちょっと取材を受けたり、されてます。いずれまた放送されるのではないかと期待しています。今のお二人の発表に対して短い時間ですがちょっとディスカッションしてみたいと思います。この応援団に対してどなたか質問とございますか。あ、岩原さん、じゃあどうぞ。ご発表ありがとうございます。病院インフラにおける IT 化戦略についてお聞きしたいのですが、病院内に管制センターというものをおそらく日本や世界で初めて設けたことで、ベッドコントロールや手術の入れ替えなどが非常にスムーズに進んでいくと思いますけれども、このシステムの導入の過程で特にご苦労されたところがございましたらお教え願いますが、お願いいたします。はい、管制センターのモデルケースはございませんので、まずは各現場のアナログ業務の見直しから始めます。手術のスケジュールは紙であっており、各現場での連絡は電話で行っていました。これをすべてデジタル化、IT 化に変革することから始めました。苦労というより想定以上に時間を要したことが一番の印象でございます。ありがとうございます。はい、もう一方、谷原先生。上野さんにご質問させていただきますが、今までこれまで医師が行っていた医療行為の一部を看護師さんが担うという、特定行為という流れが今の医療にあるんですけども、今日上野さんがご講演されたのは看護師さんの仕事を他職種へのタスクシェアなんです。タスクシェアなんですけど、逆にその医師の業務を看護師側にタスクシフト、タスクシェアするという、そういうお考えはあるのでしょうか。はい、発表の中にはありませんでしたが、医療法人正解では医師の行う医療行為の一部を看護師がすでにタスクシフト、タスクシェアしております。このような看護師を特定看護師といい、例えば全身麻酔で行う手術の際に麻酔科医が行う業務である人工呼吸器の設定などを特定看護師が担っております。医師のタスクシフトを進めることは医師の働き方改革にも大きく寄与しますし、看護師の専門性の拡大にもつながっております。よくわかりました。ありがとうございます。と、まだまだ聞きたいこと私にもあるんですけども、時間の進行の関係で一応このお二方の演談に関してはこれで終わらせて、上田さんどうもありがとうございました。どうぞ席にお戻りください。後半の、はお二人に、実は薬剤の話を、手分けしていただきます。今日の最初の中村先生のお話でこの薬剤をめぐるこのAI 化とかですね、非常に話題になってまして、で現状どうなのかということ非常に興味がありますし、今後どうなっていくかという話もしていただきたいと思います。まず最初に、薬剤部の、統括部長の茨さんにお願いしたい。よろしくお願いします。本部薬剤部統括部長の藤原豊弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。薬剤業務に人工知能及び情報技術の導入で変貌進化した状況をご紹介いたします。医政会国際総合病院新体制の構想は人工知能、情報技術、いわゆる AI、IT 活用により調剤を正確に行う自動化推進です。これにより調剤業務の人員を合理化でき、調剤を主体とする対物業務から患者さんをはじめ医療スタッフを主体とする対人業務へ変換していき、多職種連携によるチーム医療の強化をしていきます。そして薬剤師に多職種薬剤関連業務を移管、いわゆるタスクシートを行い、業務の標準化、人為的ミスの削減による医療の質の向上を果たしていきます。こうした取り組みで、調剤、病棟、救急ユニット、手術4部門の体制強化を図り、医療に貢献していきます。薬剤師の業務で最も重要なのは、処方箋の内容の確認です。
これは患者個々の治療計画や医療の正確性に欠かせない業務です。薬の飲み合わせ、効能、薬の特性、患者さんの容態を確認して、より安全に薬の治療効果を向上させることが薬剤師の責務です。その手助けに、医薬品情報システムをもとに、人工知能や情報技術を活用して、オーダーメイドの処方薬を提供いたします。さらに、薬物療法の的確なモニターによる効果の確認と、安全性の向上につなげていきます。病棟業務では24時間体制で患者さんへ薬の確認および注射薬の混合業務を行い、安全に使用できるようにしてまいります。このスライドには人工知能を備えた錠剤、散剤、注射薬などの調剤自動化機器を示しています。普段我々薬剤師がどのように調剤しているかという場面はご覧になることができませんが、新病院ではこのような自動化の機器を導入いたしております。まあ、このような機械の導入で精度向上が行われ、人為的ミスの削減に伴う調剤の確実性と労働生産性を向上し、薬の待ち時間の短縮につながります。そしてこのシステムの導入は、患者さんを中心とした薬物治療へ業務変換の要となります。このスライドにはあまり聞き慣れない治療室を記載しています。これらは最新鋭の救急部門です。いずれの救急部門も薬剤師が24時間体制で関わり、迅速かつ適切な薬剤選択、救急治療での高度な薬物治療を提供しています。手術室の部門でも薬剤師が立ち会い、患者さんの手術が決定した外来から入院、麻酔、手術、術後回復、退院、社会復帰における薬剤師としての薬の管理や薬物治療の充実化を果たします。例えば管理が必要な薬剤のミキシング、術中の鎮痛薬などの調整や術後患者の状態を踏まえた鎮痛薬などの用量、投与期間の設定、術前中止薬の再開の確認など、安全性の確保をしています。この様子は、がん患者にとって重要ながん化学療法の薬の調整をしている様子です。医師との連携のもと、個々の患者さんに適した処方の治療薬を最新で、精鋭の設備で行っています。さらに、ゲノム診断を取り入れた多様化される複雑な抗がん剤の調整を安全かつ適切ながん化学療法を提供しています。治療を船出に例えますと、治療の舵取りは患者さんとその家族です。薬剤師は多職種者から得られる患者情報より出来上がった集大成の処方箋を解析し、薬物治療の改善で方向性の舵取りに関わる薬剤部の高度業務標準化体制を強化し、患者さんに選ばれる病院となるよう貢献していきます。ご清聴ありがとうございます。藤原さん、どうもありがとうございます。引き続きこの薬剤部門から発表になりますが、今回は医政会国際総合病院の特任副院長の谷川原雄介先生です。ここで谷川原先生のご略歴を簡単に紹介させていただきますが、谷川原先生は京都大学の薬学部を卒業されて、最終的に慶応大学の名誉教授という形になっています。今日のテーマでもありますけれども、個々の、患者さんに、最も適した薬物治療を、実現するための個別化投薬ですか、これの研究と実践に尽力されてきました。その業績を称えてですね、2015年の日本医療薬学会の学術貢献賞ですね、それから2021年度には日本薬学会賞を受賞されています。非常に栄誉ある賞だと思います。今年の10月1日からですね、医政会国際総合病院の特任副院長にご就任されております。それでは谷川先生、よろしくお願いします。ここに書いてますが、ゲノム薬理の活用で
より安全な薬物治療ということです。お願いします。はい、ご紹介ありがとうございました。それでは始めさせていただきます。本日の内容でございます。まず第一、薬の効果の個人差で、2番目、ゲノム薬理とは何かで、3番目、重大な副作用とゲノムの関係で、最後に異性界が提供する先制医療について、ご紹介をさせていただきます。まず薬の効果の個人差ですが、中村先生のご講義にもありましたように、薬の効きやすさは人によって違います。で、薬にはですね、すべての薬には服用方法って定められているんですね。用法という用法。あれは、大部分の人にとって有効な量を設定しているのであって、必ずしもすべての人に対して最適とは言えないわけです。例えばお酒を例に挙げますと、お酒に強い体質の人もいれば弱い体質の人もいます。で、それと同じようなことが実は薬の効果に起こっているんですよね。ですから、同じ薬を同じ量飲んでも効く人もいれば効かない人もいるし、また副作用が出る人もいます。で、こういったその、薬の効果の個人差の、多くの部分で、ゲノム、人が本来持っている、遺伝情報に依存するということが、最近の医学の進歩で分かってまいりました。で、ゲノムはですね、個人が生まれつき持っている情報で、生涯変わりません。で、これは両親から引き継いで子供や孫に遺伝します。で、そのゲノムの部分的な違いっていうのが必ずありまして、で、それが体質の違いを生じて、で、その結果、薬の効果の個人差を生むわけです。従いまして、このゲノムの部分的な違いと薬に対する反応性、薬効であったり、副作用であったり、その関連を研究する学問領域をゲノム薬理、ファーマコゲノミクスと言います。で、ここに大事なことはですね、ゲノムの部分的な違いがあっても、それが原因で病気になることはありません。これはゲノム薬理の違いというものは病気の原因にはならないわけです。で、ゲノムといってもいろいろな遺伝情報といっても、いろんなシチュエーションで使われますので、少し整理をさせていただきますと、ヒトゲノムは約30億の塩基対ができています。で、その中で、生命機能維持に必須の遺伝子が、異常があったり、もしくは欠損していると。こうなると、遺伝病、生まれつき持った遺伝病っていうのは発症するんですね。で、このゲノム薬理の違いっていうのは、結構多いんです。で、私も持ってますし、ここにいらっしゃる皆さんも、必ず何らか の違いを持ってます。で、これは、健康で人でもですね、体質の違いっていうのがある。で、このゲノム薬理の変異を持っていても、それで病気になるわけではなくて、いわゆる体質の違いとして、個人差を生じる原因になっています。で、最後に、次に三木先生がお話しされますけど、がんゲノム、これ全く別物でありまして、長い間、遺伝子の傷がついたり、異常が起こって、それが蓄積していくと、がんを発症するという、これはがんゲノム。で、こういうふうに、こう一言でゲノムとか遺伝子とか言っても、このあたり、明確に区別する必要があります。一つの例をご紹介いたしますと、副作用とゲノムの関係なんですね。コレステロールを下げる薬として、スタチン系薬剤というのは非常によく使われています。例えば、シンバスタチン、ロスバスタチン、アトルバスタチン、ピタバスタチンと。で、非常に大きい薬なんですけども、重大な副作用は、医学用語でいう黄門筋誘拐症、ミオパチ、要するに筋肉の障害があるんですよね。で、この筋肉の障害を引き起こすリスクが、実はある遺伝子と関連しているということが、医学専門雑誌に報告されました。この左の方、ちょっと細かくて恐縮ですが、その、医学論文の、現状の図をそのまま持ってきて、きましたけども、この SLCO1B1 という、遺伝子はですね、
この血液中のスタチンの薬物を肝臓内に取り込むっていう、そういう働きをするトランスポーターなんですが、普通の人、普通のって言いますか、まあ、この活性がよく効いてる人はですね、ほとんど起こさないです、この副作用が。ところが、ある特定の遺伝子型を持ってる方は、その何十倍もこのミオパチっていう発現するリスクが高いということがもう報告されておりまして、この SLCO1B1 遺伝子はこのスタチン契約の副作用を、まあ、予測する非常に重要な遺伝情報として知られております。次に少し、ショッキングなスライドをお見せしますけど、おそらく医薬品の副作用の中で最も重大で最も恐ろしいのがスティーブン・ジョンソン症候群 SJS で中毒性表皮炎症10と呼ばれるものなんですね。でこのスライドにありますように、もう皮膚全身に赤い発疹やその水疱とかただれで、粘膜もただれで、場合によっては臓器、等も障害を受けるという、この SJS というものが死亡率が 6% で、さらにこの重症なものを10と言いまして、この死亡率が20から 30% で、死亡率のみならず後遺障害っていうのも結構残る。でこの SJS の 59% は医薬品が原因とされています。で10の 90% 以上も医薬品が原因とされています。でこの SJS10 の怖さはですね、いつ起こるかわからないんです。で誰に起こるかわからないんですね。でどの薬剤で起こるかわからないんです。で一旦発症すると極めて重症で、致命的な転機、転機というのは結果ですけど、あるいは目とか呼吸器に後遺症を残すということで、まあ、厚生労働省の報告数では2年7ヶ月で 1000件余り、ですから大体年日本で300件ぐらい発症しています。で、このどの薬が危ないかっていうのは、これもですね、なかなかわからないですね。この皮膚薬っていうのは非常に広くて、抗生物質、解熱鎮痛剤、抗転換薬、風邪薬、まあいろんな薬で報告がありまして、すべての診療科で遭遇する可能性があります。でこのいつ誰に起こる、どの薬剤で起こるかわからないという怖さだったんですが、これがしばらく前にですね、画期的な研究報告がありました。でこれは中村祐介先生のグループが発見されたわけですけども、カルバマゼピンという抗痙攣薬、これも結構 SJS10 発症する比率が高いんですけども、この最大のリスクは患者の HLA の遺伝子型であることが解明されて、日本人の場合 HLA の A の3101という型を持っている人はカルバマゼピン使うと、これを発症するリスクが高いっていうのを解明されたわけです。で HLA っていうのはですね、白血球の抗原で、皆さん ABO 式の血液型ってご存知ですね。あれは赤血球の抗原なんですけども、 HLA っていうのは白血球の抗原として発見されたんですが、実は体の中の全ての細胞が持っている、抗原でありまして、かつその非常に、バリエーションが多い。で、あともう一つですね、民族性が大きい。で中国漢民族の研究ではですね、別の遺伝子 HLA の B の1号線、これがこの SJS10 を発症するリスクということが報告されました。まあ、このように、まあ、有効性のみならず副作用のリスクとしてですね、多くの研究報告がなされています。で、これは臨床薬理学会が提言を出しているものでして、ちょっと細かくて恐縮なんですが、これも原稿通り、原書通り表示させていただきましたが、その遺伝子とは全く関係ないんですが、この遺伝子変異を持ってたらこの薬の副作用が出やすいですよということで、まあ、十分な医学的なエビデンスがあって医療において有用だと考えられるものが、まあ、18種類、学会が提言を出しています。ところが問題はですね、このうちの3つしか保険で通ってないんです。保険診療で検査できるのはこの3種類だけなんですね。
で、今先ほど言いましたスタチン契約の副作用リスク遺伝子とか SGS10 のリスク遺伝子というのはまだ保険診療では検査できないんです。で、そういう問題が、まあ、今の、日本の医療にありまして、せっかくこのような素晴らしい医学的な発見が実は日々の日常臨床に生かされていなくて、そして毎年多くの方が副作用で苦しんでいらっしゃるという現状があります。そのゲノム医療をですね、なぜ日々の実地医療へ適用できてないのか、まあ、そういう課題を少し考えてみますと、まず通常の医療はですね、病気の診断をしてすぐにそれに対する薬物治療を始めますね。で、中村先生がおっしゃっていたとりあえずって言って、とりあえず始めますね。で、何かあったら対処する、要するに副作用が発生したら対処します。これも後付けなんです。だから未然に防げない。ところが、ここにゲノム検査を、ね、入れます。病気の診断がなされて、で、使う薬が決まったら、その前にゲノム検査を入れて、本当にこの患者さんがこの薬を使って大丈夫かどうか確認してから、その治療を行う。で、こうすると、副作用を未然に防ぐことができます。で、これをいわゆる先制医療と言います。で、この先制医療にも実は問題があって、このような流れではですね、診断後すぐに薬物治療を始められないんですね。で、診断がついてからゲノム検査を入れましょう。で、結果が2週間、1ヶ月経ってから薬の投薬っていうのは、まず今の医療の中ではなかなか難しいですし、で、個々の流れで対象となるゲノム検査が種類が違うんです。ですから、異なった治療をやるために、つどつどゲノム検査をやらなきゃいけない。ということでは、もう今の、診療の流れでは、これ、非現実的で、考え方としては素晴らしいんだけど、医療の仕組みの中にはうまくフィットしない。ということで、普及をしてきませんでした。で、そこでですね、医政会が、まあ、考えている先制医療というのは、ゲノム検診という考え方です。で、病気になって治療が必要な時に初めて、ゲノムを調べるんじゃなくて、健康な時に、健康診断時に、ご自身の薬に対する反応性の遺伝子のゲノム薬理検査を受けて、自身の体質を知っておくということですね。で、これはゲノム薬です。ゲノムは生涯変わりませんって最初申し上げましたが、生涯一度だけ調べる。で、いざ病気になられて治療が必要になった時に、この情報を使えば最も安全で有効な、最適医療を提供できます。まあ、そういう考え方が、まあ、ゲノム検診という考え方です。これどうやって実現していくか。で、これは、医政会のグループの一つ、医政会プレシジョンセンターが、まあ、来年2024年秋に稼働いたしますので、まあ、そこで、健康診断のオプションとして、このゲノム薬理検査を、まあ、ご希望の方に受けていただく。で、そのゲノム情報を専門家が解読し、注目すべきか、注意すべきか、そういった特徴があるかないか、そういったことを評価をして、で、この情報が医政会国際総合病院での薬物治療にシームレスに連携していきまして、実際に薬物治療投薬を受けるときに、その処方決定時にそのゲノム情報と医薬品情報を参照して、最適の先制医療というものを実現するというのが我々が考えているスキームであります。医政会のポリシーは患者ファーストですが、このゲノム薬理医療は患者安全ファーストということで、新しい仕組みとしてぜひ前に進めていきたいと考えております。どうもご清聴ありがとうございました。何があったってどうもありがとうございました。大変こうびっくりするような
お話したと思います。早速、今のお二人に対するちょっとディスカッションをしてみたいと思いますが、まず最初の藤原さんにの、はい、どうぞ、佐伯さん。薬剤業務の AIIT 化による変貌進化についての質問です。薬剤部では今回非常に多くの AI 機器を導入されましたが、この導入によって患者さん、利用者さんに、どのようなメリットがあるか、具体的にお願いいたします。ご質問ありがとうございます。やはり第1番目は患者さんの処方箋の内容が適切であるかどうかの確認です。特にご年配の患者さんはいくつかの診療科を受診していらっしゃいますので、各、専門医師には他の診療科の薬剤の特性は熟知していらっしゃいません。今や薬に関する飲み合わせとか副作用の情報が氾濫しておりますので、薬剤師の知能でも限界をもうすでに超えてございます。そこで人工知能を利用して他の診療科の薬も含めまして、患者さんの病名、検査データ、薬の飲み合わせなど多大な情報の中で確認をいたします。その結果を最終的に薬剤師が再確認して、不適切な薬剤の変更や薬を減らすなどの提案を行いまして、適切な薬物治療が行える安全性を担保した提供をいたします。一方、薬の待ち時間、やはり薬がなかなかできないと、苛立ちを感じる方が多ございます。薬の待ち時間につきましても AI の機能によりまして、患者さんの個別単位の待ち時間の解析を行います。その解析結果でピーク時間帯に合わせた薬剤師の人員配置を策定いたしまして、待ち時間の最小限にするように、そして最終的には薬の待ち時間ゼロをいたすようにいたしてございます。以上でございます。ありがとうございます。もう一人、上野さん、はい、どうぞ。谷川先生のゲノム薬理の活用でより安全な薬物治療に期待して質問させていただきます。若い方から高齢の方まで、どんな方でも血液検査一つでこのゲノムの検査を受けることができると思うのですが、例えば赤ちゃんでも受けることが可能でしょうか？年齢制限などはございますでしょうか？はい、ご質問ありがとうございました。ヒトゲノムは一人一人個人が持つ固有の情報なので、生まれた時から死ぬまで変わりません。ですから年齢によって検査結果が変わるということはありませんので、赤ちゃんでも高齢者の方でも結果は同じです。むしろ早い時期にですね、薬の対する体質、効きやすい効きにくいっていうのが分かった方が、例えば食品アレルギーがあるとかないとか、それと同じようにですね、事前に分かった方がその後の薬剤投与に関して、非常に安全に進めることができますので、有用な情報と思います。で、あと気にされるのが採血量だと思うんですけど、ゲノム薬理の検査は本当わずかな血液で可能です。場合によって1滴2滴の血液でも検査できますので、採血に関して患者さんというか被験者さんにご負担をおかけすることはありません。以上です。ありがとうございました。もう数分にと時間があるので、じゃあ私は質問させていただきますけど、はい、固形量はまだごく一部しかされていない。薬自体がドラッグロスと言われているような、ちょっと諸外国で遅れているような面もありますが、諸外国の状況、例えばアイスランドでは全国民のゲノム解析をしたとか、それからシンガポールなんかの病院はかなり積極的にこういったゲノム解析をやっているという話も聞いたんですが、日本の置かれている現状と、それから一刻も早くこういったものを臨床に導入したいなと思うんですけれども、どういうところをか問題点でどういうところをオーバーカムしていけばいいのか、お考えを聞かせていただければと思います。ありがとうございます。非常に重要なポイントで、実は過去20年30年この医学研究成果は目覚ましいものがあるんですけど、それが日々の日常臨床に、実装されているかというと、なかなか諸外国も難しい状況であることは同じです。ただ特にやっぱり日本はその中で最もやっぱり保守的でありまして、やっぱり介護保険制度っていう
面がいい意味でも悪い意味でもこう縛りになってまして、保険に乗らないと大体普及しないんですね。で、普及、保険に乗せるためには普及してなきゃいけないというね、非常に難しい仕組みがありまして、現時点でいろんな病院で研究は進むんですけど、臨床の方には進まない。ただ、最近ヨーロッパの方で非常に大きな動きがありまして、こういった事前にゲノム検査をやって、でそのデータを持って診療を受けた、まあ、何万人かを対象にしたスタディなんですけど、やっぱり副作用の発現率が大きく減ったっていうような報告が今年報告されましたね。非常に注目されてますし、でやっぱりもう一つ画期的なのはですね、抗がん剤のフルオロウラシル系抗がん剤で、5FU、フルオロウラシル系、この大腸がんとか膵がんとか使うんですけど、その副作用に関連する DPYD という遺伝子があるんですよ。で、それが、今年ヨーロッパで、昨年か、ヨーロッパで、その抗がん剤治療、フルオロウラシルの抗がん剤治療を受ける前に必ず DPYD の遺伝子検査をしなさいっていうふうにヨーロッパ当局がガイドラインを出したんですね。で、それなんで日本とかアメリカとかできてないのにヨーロッパでできたんですかって僕は、今年の国際学会で友人に聞いたんですけど、実はですね、患者さんの団体のが非常に強い運動をした。で、患者団体が政府に対して働きかけて、自分たちの副作用を防ぐ、こういう検査がせっかくあるんだから、これを医療に使いなさいというふうに、非常に大きなウェーブになって、で、結果的にこの、政府を動かしてガイドラインを出したというような動きがありますので、やはりその、なんていうか、医療界だけの問題じゃなくて、国民全体として、このリテラシーといいますか、もっといい方法が実はあるんですって、そういうことをやっぱりみんなで共有して社会に対して働きかけていくことが必要かと思います。でもまあそれは時間かかることなので、当面異性介グループではまず健康診断、健康診断の方から、まあ、患者さんっていうか自由意思で、検査をしていただいて、その情報を、まあ、医療の中で生かしていく、こういう成功事例をまず積み上げていくことができれば、そういうまあ流れも日本の国内で作れるんじゃないかというふうに考えます。以上です。はい、大変ありがとうございました。今の話は多分まとめになるのかなと思いますが、異性介がこの AI 化、AI ホスピタル、あるいは IT 化の中を進める本当の意義はというところになって、ね、我々が開拓者になって、全国民に恩恵が、行き渡ればいいなというふうな。はい。すごく新病院に期待しておりまして、その未来医療ですよね、まさしく。未来医療を目指すような新しい仕組みを、ここの異性介国際総合病院で、まあ、作り上げれば、というのが、まあ、夢ですね。はい。はい、ありがとうございました。以上で、第2セッションを終わらせていただき、皆さんご清聴どうも、ありがとうございました。